所信表明演説に、まあ、日米同盟とか台湾のこと、それから TPP のことが書いていないということで、私たちとっても心配しています。今台湾海峡大変なんです。このことについては主任研究員の湯浅さんにお願いしましょう。湯浅さん。はい、どうも、岩佐博史です。今日の議論の中で非常に興味深い議論が行われたんですけども、まあ、おっしゃった通り、所信表明演説には全く台湾のことが言われてなかったんですね、はい、残念ながら我が国周辺で起きていることっていうのは、まあ、特に台湾海峡で、中国の空軍機が、9月の終わりから10月にかけてどんどんこう入ってきているわけですね。一番大きいところで50何機とかいうのがありましたけれども、ここはどういう場所かというと、台湾の南側で、台湾の南に島があるんですけど、これプラタス島といいます。そこには台湾の海兵隊が駐留してるんですけども、そこをまるで分断するようにこう入ってきてるわけですね。で、それだけの意味かというと、戦闘機、爆撃機、対戦哨戒機、まあいろんな種類のものがこう入って一気に入ってくるっていうのは、アメリカに対するこれはおそらく牽制だろうと。なぜかというと、アメリカあるいはオーストラリア、イギリスがオーカスっていうその、新しい安全保障の枠組みを作ったわけですね。それに対する牽制になると思います。そこにはまあオーストラリアが原潜8隻を持つというのもありますから、いよいよこの米中間の緊張っていうのが非常に高まってきているわけですね。そういう中で、なぜ日本がこのそれをですね、首相が十分に注意してこれを牽制するようなことはなぜ言えないのか、そこは私は非常に疑問だし不満であります。で、それだけじゃなくて、そこからさらに広がっていくわけですけれども、まあアメリカ、豪州、イギリス、日本が今のところ空母をですね、あそこに浮かべてますから、それによって牽制すると思いますけれども、それをますます、緩和する方向に持っていっていただきたいというふうに思います。